2列目から4列目の配列はこのような感じになっています。長さ3525ミリもあるんです。ハイエースの中に5ナンバーサイズの車なら幅的には入れるっていうわけなんです。どうも一緒くらが一緒のもんです。今日紹介するのはですね、現行の200系ハイエースのワゴンなんです。でこのワゴンなんですけども、いわゆる4ナンバー寸法のですね、幅1695ミリのものは用意されてません。こちらのですね、幅1880ミリのワイド、かつこの長さ、このですね、今回紹介する4840ミリのロング、もしくはスーパーロングでかつハイルーフといったバージョンの2つが用意されます。ちなみにこのスライドドア、右側にはですね、ワゴン車はスライドドアはありません。でこの200系のハイエースなんですけれども、このグリルの部分ですとかバンパーの部分の造形なんかはですね、モデルの中期で何度か変更されてますけれども、このボディ全体のスタイルはですね、2004年に登場してから今もなおですね、つまり約20年にもわたってですね、そのままの形で作られてるんです。いかに基本デザインが良かったかってことなんですけれども、私が注目したいのはハイエース商用車ベースなのに、ここフルホイールキャップが全車標準装備なんです。これはですね、2004年に登場した初期モデルのバンの低グレードでもこのようにですね、キャップは標準装備されてましてですね、一般的な商用車のイメージにありがちな鉄チンホイール仕様っていうのは一台もないんです。このホイールキャップの設定や、ここがポイントなんですけれども、あまりやりすぎてないフラッシュサーフェス処理、空力処理、これによってですね、これがね、あんまりやりすぎちゃうとですね、これが逆にですね、時代が経つとその当時の空力処理の考え方が反映されすぎちゃって、なんか古いなって見えちゃったりするんですけども、このやりすぎてないフラッシュサーフェスの処理なんかが相まってですね、未だに古びてない形っていうのは素晴らしいことです。ちなみにこのハイエースはですね、今や150カ国で販売されるトヨタの機関車種の1台なんですけれども、日本でのハイエースのイメージって商用モデルなんですが、実はですね、世界でのハイエースのイメージは今回紹介するこのワゴンのように、このような多人数乗車を前提としたモデル、いわばバスとして有名な車両なんです。かつてのフォルクスワーゲンのタイプ2、それからバナゴンみたいなですね、いわゆるフォルクスワーゲンバスと呼ばれるものの現代版みたいな位置づけなんですよね。で、世界でそうしたバス需要が高いっていうのはですね、もちろんこの車が頑丈で信頼性があるからっていうのもあるんですけれども、優れたコストパフォーマンスが裏にあるのはもちろんの話なんです。というのは、この日本仕様のワゴン、今回紹介するこの DX グレードなんですけれども、これ10人乗りの乗用ワゴンで、お値段なんと税込み290万3600円、安い。 2.7 リッターのガソリンエンジン搭載して、安すぎるんです。えらいね、ハイエース。フロントはダブルウィッシュボーンにトーションバースプリングの組み合わせ、そしてリアはですね、リーフリジットのサスペンションになってます。またこのボディなんですけれども、フレーム式のボディのように思いますけれども、実はこれですね、フルモノコックボディなんです。モノコックっていうとちょっと弱いんじゃないかなんて思うかもしれませんが、もちろんそんなわけはなくて、例えばですね、これボディ、リアハッチを開けて見ることができるこのフロア、このモデルはワゴンなので内装材が入って、しかもですね、この下にですね、防音材が入ってますけれども、ここを少しめくると見えますが、このフロア部分、この鉄板はですね、そもそもですね、厚めに設定してますけれども、単純に厚くして頑丈にしすぎてしまうと、今度は動力性能に響いてきます。つまり速く走れなくなっちゃうんですね。なので十分な厚さを持った鋼板を用いて、かつ波板構造にしてるんですが、単純に波板にすればいいっていうものでもなく、ハイエースを仕事で使う過程ではですね、重い荷物をよいしょよいしょと持ってきて、えい、そうかね、別にハイエースをいじめたいわけじゃなくて、もう重すぎて辛いからほいっとこう投げ込んでしまうような人もいるわけです。そういう場面も想定してですね、このリブの厚みなどの設定もしているっちゅうわけなんでした。ですからこれ、フレームだから強い、モノコックだから弱いなんてことは全く通用しない世界でして、ハイエースはモノコックでありながらむちゃくちゃ頑丈なんです。というわけでね、私思うんですけどね、伊藤和恵もね、シーマじゃなくてハイエースに乗ってれば、もしかしたらレストアする必要なかったのかもしれませんね。ちょっと何言ってるか分かりませんけれども、ハイエースワゴンで10人乗って舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。なんですが、おお、このチェック史上一番長いかもしれません。あるのかな、ないのかな、でっでっ、おお、潔い、何もない、0点です。フロントシートです。
シンプルな造形です。乗り込みは簡単ではなく、このようにステップを使ってグリップを掴んでですね座るんですけれども、座るとですねこのすごく高い視線が気持ちいいです。そしてシートの方はですね普通すごく良くもないんですけど、すごく悪くもない感じです。インパネです。プレーンで嫌味のない造形です。標準モデルとですねデザインの基本コンセプトは一緒なんですけれども、この幅広モデルはですね中央部分が主に拡幅されてます。ですからオーディオスペースはツーリンスペースあります。さあメーターの方はですね非常に見やすいアナログタイプで、中央の下部にはですねマルチインフォメーションディスプレイが入っています。ステアリングはこのようにチルトの調整のみはできますが、テレスコはありません。この車トランスミッションはですね6速 AT なんですけれども、このようにジグザグゲートを切って操作する形になります。右に倒して前後に動かせばマニュアル操作も可能です。またサイドブレーキはこちらにはありません。こちらのスティックをですねこのように引いて、そしてリリースの時にはひねって戻すという形になります。そして注目はここ、センターには大きな小物入れ、ここ書類が刺さります。そしてドリンクホルダーが2個、またこちらにも小物入れがあって、中央にはですね大きなアームレストがあります。開けると深い小物入れ、さらにグローブボックスも大きくて、これもバイザー同様この撮影史上最も幅が広いもののように思います。これを開けるともちろん小物入れ。そして注目はまだまだありまして、これ実はですね左右ともシートのリクライニング幅がすごくて、なんと水平まで倒れるんでした。ほらこんな感じです。そしてこの車ですねガタイは大きいんですけれども、実は取り回しが良くて、最小回転半径はですねなんと5.2メートルなんです。えがい。シャキーン。リアシートの硬さを赤身と中トロ応答で確認、冷凍マグロチェックなんですが、2列目が狭い、2人掛けなんで、でもやります。おあーこれ難しい。基本柔らかめトロなんですが、そのトロの部分は薄くてすぐに底付きします。築地の床がすぐに見えてきます。ですからトロ築地でした。さあその2列目シートなんですが、今言ったようにクッション自体は柔らかいのに、もうねあっという間に底付きをしてしまいます。これはもしかしたらもうちょっと硬くした方が良かったんじゃないでしょうか。そして背もたれの角度ほぼ90度になってますけれども、これはですねこちらのレバーでリクライニングが可能です。でスライド機構はなくてですね固定されてるんですけれども、さすがハイエース、中が広い、ですから足元は結構広めです。あ、厳密に言うと足元がね絶対的に数値的に広いってわけじゃないんですけど、運転席との間がほとんどですね開けた空間になっていて、段差が低いので視覚的に広さ感があって狭さをあまり感じません。さあここからですね3列目そして4列目もあるんですが、2列目から4列目の配列はこのような感じになっています。そこまで説明する前に、この圧倒的な広さについて説明しておきます。実はこの室内空間、長さ3525mm もあるんです。そして幅を驚いてください。幅なんとこの室内の最大幅 1730mm もあるんです。つまりハイエースの中に5ナンバーサイズの車なら幅的には入れるっていうわけなんです。そして高さですが、今回紹介のミドルルーフ仕様ですら 1390mm もあるので、ほら中腰っていうかほとんど首をちょっと曲げれば立てるぐらいなんです。広いです。でここ後席用のクーラーユニットがこちらに備わっています。こちらで操作をします。さあじゃあヒーターはというとここなんです。 B ピラーの根元にセットされています。こちらで後席用のヒーターを作動します。でちなみにこのモデルはですねこのように左側面には開く窓がないんですが、反対側右にはスライド窓があります。3列目シートです。さあじゃあ改めてですね3列目4列目を見ていきましょう。の前にここステップがあるんですが、ステップの脇にこれ蓋がありまして、開けますとジャッキが備わってます。
して2列目から3列目へのですね移動はもちろん室内でも簡単ですし、外から入るときにもスライドを開けたらそのままこのように乗り込めば OK なんです。間口が広い。ほらこのようにドアを開けたら2列目はもちろん3列目も余裕で簡単に乗り込めるんですよ。でね、その時とっても広くて乗りやすい車なんですが、中にはですねちょっとふらついてこのようなシートの肩を持つ人もいるでしょう。でそれは実際ですね、世界中どの市場を見ても調査するとやっぱりね、この2列目とか後席の一番前のシートの肩はよく持たれちゃうんですって。そこでハイエースはここ表面からではわからないんですけれども、実はですねこのドア開口部側の後席の肩の部分にはこの表面のこの布を外しますと、この内側にですね専用の当て布がセットされてます。これによって肩の部分だけがこうやって何度も掴まれてほつれて切れちゃって、早めにここが破れちゃうってことを防いでるんです。といった豆知識も入れつつ、もう一回3列目、このようにドア側に1席、そして右側にですね2席の合計3席の構造になっています。シートの掛け心地は2列目と同じようなんですが、不思議と3列目の方がしっかり弾力が残ってる気がします。今ちょっとねこの裏の構造を見てみるとほぼほぼ同じなので、違いを設けてるわけではないんでしょうが、2列目の方が人が乗る機会が多いんじゃないでしょうか。ですからへたっちゃってるのかな、へたりが早いのかもしれません。で2列目同様にこのようにリクライニング機構も備わっています。足元空間は2列目の下にですね足を入れることができる分広くなっていますが、開放感という意味では2列目の方がいいかもしれません。もしくはこっち、あもうこっちがいいね。開放感なんてもんじゃないです。もうめちゃくちゃ広い。そして運転席が遠い。正面にはグリップ、そしてドリンクホルダーがこのように下にセットされています。またこの下にはですねバスみたいな小物入れ。さあでは4列目に移動しますが、これもとても簡単です。高さがありますし、この左右の通路幅もべらぼうにあるので余裕で座れるんです。4列目シートです。3列目同様2席と1列の振り分け型になっています。シート周辺のサイズ感は3列目とほぼ同じです。膝前空間も足先を入れることができるというのも同じです。ですが3列目以上に4列目はすごく狭いところに閉じ込められた感がありますけど、ご安心を。この右4列目用の開閉窓があるんです。よかったね。またですね、夏場は気になるエアコンの同風問題なんですが、ご安心を。このようにですね天井には4列目に3個のダクトがついてます。またですね3列目にも3個ついてます。なおですね左レーンの3列目は前方空間が広くて快適だったんですが、左レーンの4列目はちょっと辛いです。前後に狭いのはもちろんなんですけども、このようにホイールハウスがありまして、ここに座ろうと思うと左足はこのように上がっちゃう、もしくは右にこうやってオフセットする必要があるんです。残念。それは右端の席でも同様のことが起きてます。ですからこの車ね、もし知り合いが10人乗りのハイエース借りてきたら、早めに皆さんスライドドアを開けてください。そして3列目の左席、もしくはですね2列目の中央席がいいと思います。ここが開放感が抜群です。ラゲッジチェックします。パワードア機構はないんですけども、割とね軽い力で開きます。で幅ものすごいんですけれども、これ注目点はねこのラゲッジ単体じゃないんです。それはこのラゲッジの使い勝手の良さなんです。これはですねなんとここから乗ってしまって、そのまま座席に乗り込むことができるところなんです。またこれを閉めた状態でも便利ポイントがありまして、それはですねこのように室内を通ってそのまま室内側にドアオープナーがあって、このまま出てくることもできるんです。えらい子。いや想像より全然軽く走り始めます。どんな想像をしたかというと、この大きなボディはまあね当然としても、これ実はですね車重が1930キロあるんですよ。それに対して搭載エンジンは 2.7 リッターのガソリンなんです。なんでディーゼル選べないんだって思うんですけれども、ガソリンしかないんです。
でガソリンでこれ 2.7 リッターで160馬力そして243ニュートンのトルクを持ってます。なのでこのボディに対してはこのエンジンの馬力というよりもトルクの面で、そしてガソリンエンジンという比較的高回転でトルクを出す、パワーを出すというエンジンにおいてはですね、このボディは大きすぎるんじゃないかと思ったんですが違います。結構軽々と走らせてくれます。もちろん今カガニなのでこのハイエースワゴンのですね最も実用的なシーンでの評価はできないんですが、でもこれはねなか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 素晴らしっこいやつですよ。というのがこのエンジン 2TR 型 2TR 型というですねトヨタのエンジンなんですけれども、これ実はですねランクルとか日野デュトロとかですねトヨタのダイナ系などのトラックにも搭載するような商用車に搭載されることを前提として開発されたガソリンエンジンなんです。でこの TR 系っていうのはですねもともと非常に低中速のトルクが厚いエンジンで、この 2TR もその例に漏れません。給排気ともにですね連続可変バルブタイミング機構を設けていることなどもあってですね非常に低速から太いトルクが出てるんです。だからアクセルをねほとんど踏み込まなくても十分な走りをしてくれます。またねコーナリングに関してもコーナリングの話をするとは思わなかったんですが、もちろんねこれハイスピードで峠なんかを攻めるみたいな走りはまあできないでしょうし私は絶対しませんけれども、普通の速度で普通の乗用車が走っているのと同じような流れで走る分ではですねおっとっとよたよたよたみたいな動きにはなっていません。また乗り心地に関してはこれはちょっとねあんまりいい方向ではないんですけれども予想を裏切られまして、以前ですね私ディーゼルターボの標準ボディの商用版に乗ったんですが、そちらの方がね乗り心地全体としての印象は良かったと思います。このワゴンモデルは乗用ユースなので実際のバネレートはともかく、当たりはですねソフトになってるなんてことをですねいろんなレビューやオーナーさんのインプレなんかで見ていたんですけれども、こうして乗ってみるといや確かにねバネレートは低いのかもしれませんが、ちょっとねダンパーの方でしっかりそれを受け止めきれてないのか、ちょっとふわっとするような動きが気になります。これだったら全体には固めかもしれないけれどもシャキッとした動きになっていたバンの方のセッティングの方が私はいいような気がします。ただ前回乗ったバンはですねめちゃくちゃ走行距離が浅いモデルだったので、そこら辺でそのダンパの劣化なんかでちょっと状況が違うのかもしれません。さあ幹線道路に合流しました。ちょっと踏んでみましょうか。すばしっこい元気な印象はね相変わらずです。これなかなかね気持ちよく吹き上がりますエンジンが。そして絶対的な加速力はともかくですねドライバーの方は結構気持ちよくお速度が上がってってるねって感じがあるので、ドライバー的には非常に気分よく加速していってくれてるという感じがしてとても嬉しいです。でこれですね普通に走っていてちょっとですね言っておきたいのがこのトランスミッションのね具合の良さです。6速のトルコン式の AT なんですけれども、これがですね非常に軽やかに心地よいタイミングで綺麗にシフトしていってくれます。このシフトの適切さがですね加速の良さにもつながってます。これは出来がいいな。このシフト試しにマニュアルモードを試してみます。いや確かにね元気にエンジンは回るけれどもシフトショックが大きいですね。マニュアルモードよりもこれはやはり変速タイミングまでこの頭のいいオートマに任せてですね運転した方が私は好みです。こちらの方がスムーズです。いや今ですね巡航してますけれども、このモデルワゴンモデルとはいえですね商用車ベースなんです。なのに結構室内静か、さらに乗り心地先ほどですね、バンに比べてどうこうと言いましたが絶対的にはこの手のモデルとしてはいいです。もちろんいいんです、もちろんいいんです。そしてこのですね意外なほどパワフルなエンジンと頭のいいトランスミッション、さらには今回紹介しているこのモデルはですね10人乗りですよ10人。
それでいて価格は新車で290万円。いやこれね本当に安いですよね。マジで安いですよ。今時200万円台でここまでバリューの高いモデルはないはずなんです。というわけで私が言うまでもありませんが大変美味でした。ハイエースワゴンごちそうさまでした。